では激辛ジョニーズ今日の見直しに気をつけちゃうぞやっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京渋谷にあります、赤チリ亭渋谷センター街店さんに来ております。こちらですね、まあ、赤唐辛子を使った、様々ね辛い、料理が楽しめるところで今回やっていくんですけれども、もうねたくさんも辛いメニューがあるんですけど、今日はですねその中でも一番辛いとされているスーパーハバネロチキンに挑戦していきたいと思います。こちらは何かと申しますとですね、まあ、フライドチキンですね、チキンを、まあ、骨付きチキンをですね揚げたものに対してですね、ハバネロ、はい、激辛唐辛子で知られるハバネロをふんだんに使った激辛メニューになります。でハバネロといえばね、辛さの値を示すスコビル値は35万スコビルということでね、日本産の鷹の爪の唐辛子、鷹の爪ですね、あれに関してはまあ約5万ぐらいの、スコビル値を誇ってね、とんでもない辛さだということでね、今日はねちょっと気合を入れてやってまいります。それでは行った人の感想を見ていきましょう。日本テレビのヒルナンデスの生放送で赤チリ亭のハバネロチキンが紹介されました。激辛マニアの鈴木さんが選ぶ激辛料理ベスト30の中で第3位。ぜひ赤チリ亭のその辛さでお試しあれということで、激辛漬けで有名なね、あのタレントの鈴木亜美さんもうなるほどの辛さというか、紹介されるほどのメニューです。でね、まあ、各種、テレビのもねいっぱい紹介されてるんでね、今日はねもう正直ね、あの1回来ただけじゃ紹介しきれないんですけども、ちょっとね通い詰めていこうかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。早速中に入ってきたんですけども、はい、こちらメニュー表ありますね。一応ねこれ看板メニューはねこの赤チリ鍋ということで、これ当店定番最強のリピート率 75% ということで、とんでもね数字を誇っております。お客さんの約 7.5 割、うん、7割ぐらいが、注文する赤チリ鍋なんですけど、この、ね、鍋のねなんか辛さレベルが選べるらしいんですけれども、スーパーハバネロチキンということで赤チリ名物ホットメニューで辛さで盛り上がれ赤チリ亭の名物鉄板メニュー、辛さが選べます。レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5、レベルマックスということで、全6段階になります。でこのマックスは、まあ、スーパーハバネロチキンと呼ばれているものですけども、今回ですね全部で6本頼むんですけども、それぞれね1、2、3、4、5、6マックスということで、レベル別に本数を分けて、順繰りね食べていこうかなと。はい、いやちょっと緊張してきましたね。ハバネロなんでとんでもない辛さかなと思います。はい、まあこれねハバネロチキン以外はねロシアンたこ焼きとか、赤チキとか、あとはね辛くないメニューもありますので、ね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。こちらがスーパーハバネロチキン。とんでもないもう刺激臭がやばいですね。もう半端ない。匂いがだけでもで、こちらなんですけども、素手で食べると手が痛くなっちゃうんで、この手袋をして食べないといけないみたいです。はい、いただきます。さあスーパーハバネロチキン露天ラーメン体験することでオープン開始です。強烈です。ハバネロの強烈な辛みがします。ハバネロ臭とんでもね。続いて2辛いきましょう。ハバネロパウダーがさらに乗ってます。口がもうやばい。これもスピード勝負だ。早くも汗をかいてきました。これはすごいぞ。うわ、あ、これ3辛になるとこれ裏面もパウダーがかかってきてる。すごいな。うわ、
これはひどいな。ひどいじゃねえ。ハバネロは強烈だわ。3からになると両面つけるようになってきた。そうっすね。ミザレまでは片面。片面です。もう十分酸化レモン大事だよ。親切にメニュー表に書いてあるんですけど、あの水を飲むと余計辛くなるって言うんですけど、免疫対象にいいですからね。飲んじゃうよね。飲んじゃいますよ。エラ呼吸をしたい。口に息をしたくない。エラ呼吸にしたい。魚になりたい。やばい。4から超パウダーズで、顔が辛くなってきた。これは危険だ。ああ危険だ。そして次5から、これね、なんかチリソースがかかってますけども、残すところスーパーハバネロチキンマックス、このラスボスを倒してこのオペを終了する。
ちそうさまでした。では監査レベルの発表していきましょう。赤チリって渋谷センター外店さんのスーパーハバレのチキン監査レベル、じゃんじゃん監査レベル8でーす。8、はい、もう喋れません。よだれが止まらない。激辛唐辛子スコビル値35万を誇るハバネロパウダーを使ったこのハバレのチキン、申し分ない。その名の通り激辛メニューです。1からから、じゅんぐりじゅんぐり食べましたけれども、使ってるハバネロパウダーは基本は一緒で、まあ、どんどん量を増やしていくんで基本的な辛さはあんまり変わらないです。はい、もしねこれチャレンジするとしたらあんま無理はしない方がいいかなと思います。あんまり無理して食べるとお腹に来る恐れがあります。まあ、ただね結構辛いとは言うね、この手羽先、これね、ジューシーにこうカラッと揚げてあり、非常にこう美味しく食べたからと思います。ただめちゃくちゃ辛いので辛さを消してくれる消化器系ドリンクということで、アルコールノンアルコールありますけど、まあ、このね、ラッシーとか、カシスミルクとか、こういったね乳製品を、一緒に取ると、このねハバネロチキン食べ終わった後ね香辛料でねお腹が痛くなるのを和らげてくれる効果がありますんで、こちらもね一緒に、頼んでみてはいかがでしょうか。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新してますんで、ぜひフォローの方お願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。あー